はい。皆さん、こんにちは。今日は、ボーカルのアライメントという技術について少しお話をしたいと思います。今、画面にありますように、赤いこのトラックがメインボーカルです。そして、水色のトラックがハーモニーのトラックで、あえて後ろにずらし気味で、そして一つ一つの音もタイミングをずらして作ってあります。どんな感じか、 夢に溺れて時に流されて信じることはひとつ人に幸せをはいこんな感じです。 ちょっとずれが気になりますよね。これを直す技術がボーカルアライメントです。いろんなソフトが出ていますし、c u b a s なんかは基本的に c u b a s の中でプロバージョンにはボーカルのアライメントがついています。僕の方は evoice Pro 4というソフトを購入しています。どういう風にするかというと、この2つのトラックの リージョンをこのように選択します。そして、オーディオからリボイスプロで編集というのを選択します。するとこんな小さなダイアログが出てきます。ここでスタートボタンを押します。はい、このようにトラックができました。この時点ではまだズレがあります。この 最上位バージョンは、ボーカルのピッチの補正も全部できるようになっています。どういう形か、ちょっと見ていただきましょう。このトラックのところで、B のキーを押します。するとこんな感じのダイアログが出てきます。上の APT のところを、ワープというのを選択します。そして、セレクトオーディオで、プリセットはデフォルトを選択します。 そして、インプットはメインボーカルです。アウトプットはオートマティック。これで、ニュープロセスというボタンを押します。すると、このようにピッチも表示されるようになりました。ちょっとこれを大きくしてみてみます。これで一つのトラックだけが表示されました。ここに、ピッチもこのように編集できるようになっています。 ちょっと大きくします。ここでずれてる音程は編集していきます。このアウトプットだけを選択しておきます。そして鳴らしてみます。夢に溺れて、えー 時に時に流されて信じることは一つ 人に幸せをはい、今日は時間がないので簡易にだけこのようにピッチを修正できることも見ていただきましたそして次はここからこのハーモニーのトラックとずれている部分今も もちろんずれています。ちょっと聞いてもらいますね。はい。これがずれてるわけですけれども、これを合わせていきます。また B のキーを押します。一番上を APT にしまして、そしてこの二つ目のインプットのスタートエンドはセレクトオーディオを選択します。 そして、ここをファクトリープリセットのルーズタイミングピッチにします。そして、ガイドはメインボーカルアウト。そして、ダブはハーモニーという風に設定をして、ニュープロセスを作ります。はい、これでできました。では、制御を DAW に戻します。DAW に戻したとしても、このように波形はずれたままです。 でも内容はちゃんと変わっていますちょっと聞いてみてください夢に溺れて時に流されて信じることは一つ人に幸せを はい。どうでしょうか。うまくタイミングが合いましたね。ARA2、オーディオランダムアクセスという技術によって連動しているようになっています。このように DAW に最初から備わっている方もおられるでしょうし、別のソフトを購入された方もいてるでしょうけれども、皆さんは上手にアライメントを使っていますかこのように2つ はじめからトラックのある場合もあるでしょうがメインのボーカルにこのソフトでダブリングを作ることもできますダブリングを作るためにプリセットもちゃんと用意されていましてここでダブラーというのがありますこれでダブリングを作ることができるのですこういう便利なソフトはゴスペルのようにたくさんのハーモニーでできてる場合なんかも 綺麗に節回しを合わせてくれるという優れものです。DAW についていない場合は購入する必要があるわけですけれども、こういう技術もあるということを頭の片隅に置いておいてください。それでは今日は簡単にボーカルアライメントの話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。村長でした。